はい、皆さんこんにちは、リュウです。日本もね、ようやく緊急事態宣言解除されたらしくて、まあ良かったと思いますけど、まあ、トロントはね、まだ1日300人とかね、感染者が出てて、まあ、本当にまだ継続中で、まあ、まだまだね、まあ、収まらない状況にあります。まあ、なのでやっぱこれからも第2波とかも気をつけて、まあ、できるだけステイホームして、まあこれ以上感染が広がらないようにしてほしいなって願ってます。はい、ってことでこの自粛期間、僕がどうやって生計を立ててきたかっていうのを紹介していきたいと思います。まあこっち来てね、レストランの仕事をゲットしたんですけど、まあ1ヶ月ちょいぐらい働いて、3月15日に緊急事態宣言が出て、まあ仕事を失いました。まあね、日本に帰るっていう手もあったんですけど、まあ結局同じ状況だし、まあなんとかこっちで見つけようかなと思って、まあ見つけたんですけど、まあそれが皆さんのご存知の通り Uber Eats です。まあ実際ね、Uber Eats って本当英語使わないんで、まあ本当はねやりたくなかったんですけど、まあもうやるしかないっていう感じで、まあでも最初はね全然モチベーションが上がらなかったですね。でもね、実際ねやってみるとね、マジ簡単で、まあしかも本当カナダってチップ文化なんで、まあチップもらえて、もう本当にね今ねなんか頑張ろうっていう感じになれて、でしかもやっぱ何もすることないんでお金も貯めれて、まあ今後のねこのその旅の資金とかになってて、まあ実際ねこれはいい機会だなって僕は本当に思ってますね今。で今のところその飲食店もねテイクアウトだけだったりするんで、まあ本当ね今はね飲食店応援しよう運動とか、まあなんかそうやってドライバー頑張ってる人たちになんかチップをあげようみたいな運動があっててね、まあ、本当に今はね稼げて本当にありがたいっていう感じですね。で今現在時給がなんと30ドル超えで平気で、本当ねめちゃくちゃ稼げるし、今までのバナナファーム何だったんだっていうぐらいのレベルでね、もう本当ね田舎のガールズバーからもう田舎のキャバ嬢へ昇格しました。そんな感じです。まあなのでね、まあ、これからその日本でやりたいとか副業としてやりたいとか、まあ、今後そのトロントでもねああやりたいって思ってる人のためにちょっとどんな感じで僕がやってるのかっていうのをちょっと一件だけやってきたんで、まあ、こちらちょっと一回見てみてください。どうぞ。ということで1件目受け取ったんで、今から場所その住所に向かいたいと思います。ということで Let it go。
はい、ってことでいかがだったでしょうか。正直めちゃくちゃ簡単ですよね、まあ、誰にだってできる仕事だと思います。でこれでまあ大体チップ含めて1件10ドルぐらい、まあそんな感じですね。まあ、この動画では配達先はただの一軒家だったんですけど、まあ、たまにってかよく、まあ、マンションコンドミニアムでの配達があって、まあ、その際にはねちょっと面倒くさいんですけど、ブザーナンバーを教えてもらって、で部屋番号も教えてもらってみたいな感じで、まあ、そこに行かなきゃいけないですけど、まあね別にそんなに難しいことはなくて、まあ一緒のような感じです。はい、ってことで、まあ、僕がねここの Uber Eats の仕事3ヶ月続けてみてトロントで、まあ、ちょっともっと効率よく稼ぎたいとかちょっと思ってる人に向けてちょっとね軽くアドバイスを3つほどしていきたいと思います。まあアドバイスっていうよりまあやらんよりかはやった方がいいっていうまあ感じです。はい、ってことでまずは1つ目、まあ、お客さんが来たら、まあ、まず本当に全力で笑顔で Thank you Have a nice day とか、まあ、言うことですね。まあねこれはもう当たり前だと思うんですけど、まあ本当にできるだけいい印象を与えて、ああこいついいやつだったな、チップいっぱいあげようってちょっと思ってくれる、まあ、僕はねそう信じてます。絶対やらないよりかはやった方がいいです。まああとはね、まあ、今現在コロナの影響でなんかフェイストゥーフェイスはできないみたいなこともあるんで、まあ、お客さんによってですけど、まあその時はねもう玄関の前に置くしかないんですけど、まあその時でも、まあ、ちゃんと、まあ、そこに置きました。でその後になんかメッセージでしっかり Thank you Have a nice day ってしっかりね、まあ、それで残すだけでもやっぱねチップのあれはちょっと僕が変わってくるかなって思うんで、まあ、ぜひね、まあ、皆さんちょっとやってみてください。はい、ってことで、まあ、2つ目はですねトロントにいる人なら分かると思うんですけど、まあ、ブロワストリートあるじゃないですか。でそっから下で絶対始める、まあ、欲を言えばクイーンストリートキングストリートから始めるのがいいかなって僕は思います。まあなぜかというと、まあ、ブロワストリートで荷物を受け取ると、まあ、上北のセントクレアに行くことになる時は結構多々あると思うんですよね。まあ、セントクレアってもう多分知ってる人は知ってると思うんですけども、坂道しかないんですよね。まあ、なんでね本当にきついし時間もかかるし、でしかもセントクレアはレートも安いですし、まあ、だからねもう本当ブロワで始めるよりかは絶対本当にそれより下、もう本当にキングクイーンから始めることをぜひお勧めします。はい、ってことで3つ目、まあこれはもう僕は絶対こうした方がいいと思います。電動自転車を買うことですね。まあ電動自転車平気で1000ドル超えて高いんですけど、まあもちろんもう効率めちゃくちゃ上がります。まあ僕ね普通のマウンテンバイクでやってたんですけど、まあ1日15件ぐらい、まあ、同じ時間でやってたんですけど、まあねその電動自転車に変えて同じ時間やってみると、まあ、1日20件ってことはまあ1日50ドルで、それを週5でやると250ドルぐらいのね、まあ、週で言うとそのくらい収入が違ってくるっていうのがまず1点目ですね。であとは疲れない、そしてもうその電動自転車あればトロントどこにでも行ける、 TTC バス電車使わないってことでね、まあ、長い目で見るともう本当にねお得だと思うし、まあ、実際これはね本当買って損はない、もうむしろ買ってよかったって思えるようなものになると思います。まあ、Uber やんない人でも、まあ、交通費かかんないし、で最後に売ればいいし、まあ、結局お得なんでね、まあ、絶対買うことをね僕はおすすめしたいです。まあ以上この3つ、まあしっかり笑顔で Thank you so much Have a nice day と、あとは絶対そのブロワから下でやる、であとは電動自転車を買う、まあこの3つやればねもっと収入上がると思うんで、まあ皆さんぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。まあ実際 Uber ね、まあ、好きな時間にやれるし、まあしかもあと対人がちょっと苦手な人はまあ結構その人と会うこともないですし、まあ僕は結構メリットしかない仕事かなって思います。
まあただね、まあ、英語はあんまり使わないっていうことがやっぱデメリットかなって思うんで、まあこれはもうなんか副業っていうか、なんか他仕事持ってて、でそのなんか副業みたいな感じでやることが絶対いいと思います。まあ日本でもね結構もう当たり前になってると思うんですけど、まあこれからそのやってみたいと思う人いればぜひやってみてください。まあまだコロナも終わらないと思いますし、まあできるだけステイホームステイセーフして、まあねぜひウーバー頼んでみてくださいってことで、まあ今日はねこの辺で失礼します。まあこれがちょっとためになったなって思った人は、まあぜひね、まあいいね、チャンネル登録よろしくお願いしますってことで、また次の動画お願いします。バイバーイ。